もしもし、仕事やってる？もしもし、今日警察にずっと俺を使っとるもんで、ひょっとしてあんたらも使ってるかなと思って。女房電話したのは俺がこういう状況だもんで、ひょっとして女房も使われとったりするかなと思って聞こうと思ったの。ああ、そうですね。愛知県知事の解職を求めたリコール運動。田中貴博事務局長は運動の実務を取り仕切っていました。提出された署名の8割が無効とされ、偽造の疑いが浮上。疑いの目が向けられました。大掛かりな署名偽造。どうやって、何のために。大村知事を辞めさせよう。署名集めが始まったのは去年8月。発端となったのは愛知県などが主催した芸術祭、愛知トリエンナーレでした。企画展表現の不自由展その後は、過去に展示を拒否された作品を通して表現の自由について考えてもらう狙いがありました。しかし、名古屋市の河村たかし市長が展示に抗議。実行委員会会長である大村秀明知事との対立が深まりました。どう考えても日本人の国民のまあ心をですね、踏みにじるもんだね、これ。やはり表現の自由はですね、これはあの憲法に保障されたものでありますし、まあ、民主主義を構成する一つの大事な要素。天皇のご神栄を燃やすな！燃やすな！河村市長の抗議に共鳴したのが、美容外科高須クリニックの高須克也院長でした。高須院長を会長として立ち上がったのが、愛知100万人リコールの会。大村知事の解職を求めるリコール運動が始まりました。国にとって恥ずかしい、愛知県民にとって恥ずかしい、そういうようなことをしてくれる知事は支持できない。この時司会を務めていたのが田中貴博事務局長でした。20歳の時ですか。子どもの頃から目立ちたがり屋。小中学校では生徒会長を務めました。30代で愛知県議を2期務めた後、大村知事や河村市長が率いる地域政党に身を置いていました。これは2011年の弥富の県議選の写真で、私はどちらかというと大村知事に近かったんで、大村さんの後任で弥富から立候補した。2019年には河村市長率いる減税日本から県議選に立候補しましたが、これも落選。政界への復帰を目指していた矢先、出会ったのが高須会長でした。今まで僕はテレビで見た高須先生しか知らなかったです。まあ、すごい方だなというお医者さんだというイメージでずっときました。今回のリコールに関して高須先生の、要は部下として仕事ができたわけじゃないですか。ものすごく純粋なんですよ、かつ鋭いんですよ、見方が。
村知事イコール署名集め協力はがき頼むよ。シュッシュやってボールペンもらって記入をする、この三拍子でお願いします。愛知県知事をリコールする場合、県内の有権者86万人分以上の署名を集め、住民投票を行う必要があります。署名活動の期間は2ヶ月。ほとんどの地域で期限は10月25日とされました。当然のことです。当然のことだよ。これが成功すると歴史が変わります。本当の民主主義が実現されたことになります。高須会長は SNS を通じて署名が順調に集まっているとアピールしました。しかし、どのくらいの署名が集まっていたのか、署名活動の期間中公表されませんでした。すいません、高須会長がちょっとごめんなります。ご苦労さまです。リコール団体は各地で集めた署名の集計作業を公開しました。選挙管理委員会は提出された署名の総数をおよそ43万人分と発表。必要数には達しませんでした。しかし、河村市長は知事のリコールに賛成する大きな民意だとアピールしました。43万以上ですかの人が署名されたというのは、まあ、すごいことだと思いますよ。これ十分な内容だったと僕は思いますね。サンキューベリーマッチということです。成立はしなかったものの、一定の成果を上げたかに見えた知事のリコール運動。実績の署名活動とか個別訪問はほとんど行われなかったという中で、この署名、が集まったというふうに言われてもですね、なんか変な感じがしますねと、変な感じがしますねと、何があったのかなと。リコール運動の最中、田中事務局長はある目標に向けて動いていました。地方の改革、そして地元の発展、さらには日本の外交、憲法改正、しっかりとですね、取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。来たる衆議院選挙への出馬を目指していたのです。しかし、提出された署名には驚くべき事実が隠されていました。リコール団体が集めた署名簿のコピーです。同じような筆跡、似た住所が並びます。不審な署名がある。署名集めをしていた人たちからの情報を受け、選挙管理委員会が動きました。必要数に達しなかった署名簿は本来調べられることなく返却されますが、今回は異例の対応を取ったのです。今回の署名収集が適切に行われていたのかどうかということを、まあ、まずは現状を把握するためということで、12月21日に各市区町村選管に依頼する形で調査を実施いたしました。その結果、およそ43万人分の署名のうち、無効な署名が8割以上に上ることが分かりました。その後、佐賀市内で大勢のアルバイトが雇われ、大量の署名を書き写していたことが発覚しました。アルバイトをしたという女性です。
こんな感じ。あ、そうですそうです。で一番上の段から、まあ、ここかここか、ノルマとかはないけれどとにかく書いてくださいの指示だったので、なんかもうやるしかなくて。アルバイトが雇われたのは10月20日から31日頃までの間、署名活動の終盤です。取材の結果、アルバイトは名古屋市の広告関連会社が下請け会社を通じて集めていたことが分かりました。この広告関連会社に依頼したのが田中事務局長だと関係者は話していました。佐賀の状況の中で今田中が言ったのか言ってないのかこれ言ってません。で具体的に支援者は知りません。佐賀の業者はどうか知りません。発注書出してるか出してないか出していません。契約もしてません。何の関係もありません。あの事務局長を信じないで組織動きません。初めてお会いしたのは河村市長が、わしがリコールを成功させるって、それで河村市長が紹介してくださった事務局長を信じないわけがないです。差し押さえをした署名簿を入れたとみられる段ボール箱を手に持ち、愛知県警の捜査員たちが区役所から出てきました。戦艦の刑事告発を受け、警察が捜査に乗り出しました。民主主義の根幹を揺るがす署名偽造事件に発展しました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。捜査が進む中、田中事務局長はホテルを転々とする生活を続けていました。どんな状況ですか。こうしてます。いや、社内生活長いからこんなバカ食べてる。500枚。リコール団体の幹部が田中事務局長による不正の指示を証言。埋まる外堀。おはようございます、田中です。どうもどうも、あの記事の件ですよね。内容については含めてコメントは差し、事実かということについてはコメントは控えたと思います。さらに別の関係者も不正があったと明かします。で、僕が記憶あるのは名古屋事務所で、ボールペン書きながらこうやってこう、いろんな指を使いながらこうやってばやった。他人の名前が書かれた署名簿に指で印を押したといいます。それはどういう指示があったんですか。田中の指示のもと、明らかに代筆だし、ダメダメな行動パターンじゃったら、いいと戦艦が決めることだから、とりあえず提出して、その後は戦火に委ねましょうというかね、任せましょうということを言っとって。去年11月の集計作業の映像、その中に気になるものを見つけました。署名簿を入れていたとみられる段ボールに文字が書かれています。ここにも更に10月30日完成品括弧予備。完成品括弧予備って書いてあったんです。完成品括弧予備、完成品括弧予備
完成品かっこ予備、これですね。10月30日か。あ、10月30日。あの、今僕がお答えしたのは、完成品、この段ボール箱の中に完成品だとか、終了してるやつだとか、もう終わったもの、チェックし終わったものを、うち2種類あるんですよ、署名簿が。1人書き用と10人書き用と。そういうものを、該当署名用をほとんどこの完成品として、もうおおむね数えて蓋をしていた、あと地区別に分けて蓋をしていたという管理をしてあるんだけど、でも10月30日完成品予備なんていうのは何なんだろうな。これ予備という意味も分かんないし、10月30日という意味も分かんないな。疑惑が深まる中、田中事務局長は日本維新の会の支部長を辞任。衆院選出馬への道が事実上断たれました。寂しいですよ。寂しいですよ。残念ですよ。このためにずっと政治活動やっていたわけですから。申し訳ないですよね、皆さんに、維新の皆さんに。それでも政治家への野心は捨てきれません。ある構想を口にします。高須新党もですね、作らなくちゃいかんですよ。本当ですよ。世間の皆さんは高須マネーって言うじゃないですか、お金じゃないですよ、存在ですよ、言葉ですよ。その高須イズムが、僕はやっぱり既存政党にない、与野党を含めて。不正への関与を否定してきた田中事務局長、一転署名集めを依頼したと認めるようになりました。広告関連会社にはどのような業務を発注したんでしょうか。署名の収集業務ですね。あくまでも合法的にやってくださいよ、合法的に収集してくださいよっていうのが、こちらのお願いです。例えば署名簿をその白紙のものに、書き写して、それを、準備行為として作る。で、準備行為として作った署名簿をうちの方に届いてから、請求代用者の認め印を押す。そして、そこに記載してある氏名のところに訪ねていって、本人に名前と押印をするという一連の作業ができるのであれば合法になりますよと。そういうことができますかっていうふうにお願いしました。それはうちはマンパワーがありますからという形で、合法的な、署名簿はその一連の作業じゃないと成り立ちませんよという形で署名収集をお願いしたということですね。なぜそこまでして署名を増やそうとしたのでしょうか。いよいよこれでリコールは目的が達成するというような SNS で発信されてました。会長が、そういう形で、皆さんの方に SNS を発信されているという現状を踏まえると、やはりその恥をかかせるわけにはいかんじゃないですか。警察の捜査が迫っていました。田中事務局長が向かったのは伊豆。かつて家族と訪れた場所です。本来だったら家族や家内と来るべきところだと思うんですけども、家族含めて
一番思い出のある地がまたまたまここだったということですよね。だからこちらの方に足を向けてしまったということ。夕方入っても綺麗だよ。来ればこの瀬川の大野村が見えるさ、心がさ、問いはこっち、あ、違うか、問いはこっちだから駿河湾向こうか。え、地形が全然分からない。駿河湾右が北ですか。名前向こう。ああ、そうですね、うん、そっか、名古屋はあっちじゃないですか。あいつ分かんない。あっちに最後だけ一言。ありがとうございました。どうした。ここでいいですか。うん、え、ここでいいです。どうする、どうする、切るんですか。で、話を聞かなきゃいけないんです。警察は田中事務局長を逮捕。署名を偽造した地方自治法違反の疑いです。妻や次男も偽造に関わったとして逮捕されました。こんな奇妙奇烈な事件は初めてでありますので、事件の 全容をですね、一時も早く明らかにしていただきたい。知事のリコールを先頭に立って訴えた2人は、だけどそれはね、嘘言ってそういう偽造を俺に分からんように隠れてやろうということを決断しとるということは本当に分からんね、うん、人のせいにあんまりしたねやけど分からんですよ。隠してやろうとするから犯罪は、これ本当に分からん。あるがままを受け止めるだけですね。だって何も驚くことないんですよ。彼は初めから自分は真っ黒黒で間もなく逮捕されますって言ってるわけだから、やっと逮捕になったのかって受け止めるだけです。何の関心もないですよ。その署名簿がどういうふうにして作られたかっていうと、興味はありますけどね、どうでもいいことですもん。国会議員を目指しリコール運動に加わった田中事務局長、軽んじられた署名、軽んじられた民意。どこで道を間違えたんですかね。道間違えた。いや、間違えたかな。俺間違えてないですか。間違えてないでしょ。あ、そうですか。間違えてないんですね。わあ、いや、間違えてないと思うな。あ、そうです。